宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第148回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？関東地方もね、今週の初めぐらいからいよいよ梅雨入りをしましてと思ったら、早速晴れ間も覗いたりして、まあ安定しないお天気ですね。こんな時はお家でゴロゴロと読書に最適。というわけで今週の一冊、桜庭和樹作ゴシックブルーでございます。宮永の大好きなゴシックシリーズの今のところ最新刊でございます。新大陸編、ニューヨーク編に入ってからの2冊目なんですけれども、ビクトリカと九条が2人でアメリカにやってきたその日の物語です。だからね、レッドよりも時間軸的には前って感じですね。もうね、そりゃあもうあっちゅう間にトラブルに巻き込まれてまして、原因はね、ビクトリカさんの美貌とペロペロキャンディーだったりするわけなんですけれどもね。まあでも2人がなんでニューヨークに駆け落ちすることになったのかっていういきさつなんかも分かったり、今後が楽しみになる一冊でございます。いやでもさ、レッドがさ2013年の12月発売なんですね。でこのブルーが2014年の11月発売なんですね。まあ次が何色になるのか分かりませんけれども、信号機とか色の三原色だったりとかだとイエローですけれどもね、全体的にもまあ足りないのはイエローかなっていう気はしますけれども、最短で今年の10月ぐらいだったりするのでしょうかね。あー、次が待ち遠しいよ、待ち遠しいよ。あのまあアメリカなんてさ、日本から見れば、今の日本から見ればとっても馴染みのある場所ではあるんですけれども、そういったねところをどんな人たちが開拓して今のような状態にしていったのかっていうこともなんとなくイメージとして分かりつつで、なんだろう、日本でもないヨーロッパでもない独特の雰囲気で暮らしている人たちが5つな感じで、非常に楽しみな物語ではあります。ぜひぜひ読んでみてください。でも読む人はね、旧シリーズから読むんだよ。というわけで今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流商会と小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたします。いけばな古流体感流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか？いけばな古流体感流商会。マイマイつぶりの歩いた後には、はい、というわけで改めまして宮永舞です。今週もお便りを頂戴しているのでご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。ガジュマルの小枝さんから。最近華道家への道ないですね、きっと変わったことがないんだろうと思います。私は虫よけとして植物を育ててました。マイマイはカレンソウを知ってますか？これからの時期に役に立つはずとのことです。ありがとうございます。そうですね、家庭もないですしね。あ、ちなみにこのカレンソウ、多分音で聞くとんって思われた方もいらっしゃるかと思うので、漢字でですね、モスキート、ブーンと言って刺して痒くなるあれですね、蚊と、連続するの連と草でカレンソウというそうです。カレンソウって知らなくて、
調べてみました。カレン草、ゼラニウムとシトロネラ草を交配して作った新しいハーブのようですね。あの遺伝学者ファン・リーニ氏が研究開発した。でこのダブルパワーで蚊を避けるというよりはですね、蚊の性能を落とす、そういったものらしいです。なんかね、あのシトロネラ草のレモンのような酸味のある香りっていうのが蚊は苦手で、だからその蚊がもともとちょっと避ける感じなんだけども、特にその酸味のある香りを嗅ぐと蚊は人間をこう見つけられなくなる。人間のね吐いた二酸化炭素を蚊は見つけてるらしいんだけども、ってどういうことってことは、めっちゃ刺されるミヤナがめっちゃ二酸化炭素吐いてるってことじゃ、地球に優しくないじゃんね。すいません地球さん、っていうかそういうことらしいんですけれども、それの機能を落とすような感じらしいです。いや知りませんでした、そんなハーブがあったとは。いやなんかあの蚊が苦手な香りみたいなのは知ってて、それであのアロマオイル、は持ってたんだけれども、あじゃあそれもこういう感じで混ぜてたんですかね。へえ、いやカレン草名前は可愛いのに、実はあの漢字で書くとあんまり、だって蚊だしね。ほうれん草みたいな、あでもあれ報告連絡相談か、相談の層が違うね。うん、いやなんかへえ知りませんでした、ありがとうございます。これ窓際にめっちゃ茂らせてたら窓開けて寝ても大丈夫だったりするのでしょうか。ちょっと探しに行ってみようかなと思いました、ありがとうございます。というわけで今週お届けするのはこのコーナー、題して宮永舞可動化への道。ガジュマルの小枝さんのご指摘通り、実はお花はですね、今のところそんなにニュースがなかったんですね。というのがね、4月まではもう2月から4月までは花店ラッシュで、毎週毎週何かの準備をしているんじゃないかってぐらい花店ラッシュだったんですけれども、今度ね8月にあの3連続で花店があるという、どうしてくれようみたいな状況にはなるんですが、それまではねちょっとしばしの休息みたいな感じになってるんですよ。そういった時は地道にお稽古を重ねております。あでもね5月はねお稽古少なかったの、先生があの小笠原に行ってたから。というわけで先生は小笠原に行き、私はですねお稽古がないからふふんふふんとあのお散歩していたわけですけれどもね。いやはい、あのお花のことも考えてますよ、考えてますよ先生。というわけでですね、じゃあ最近のお稽古についてちょっとお伝えしようと思います。以前はですね飯能にあります銀河堂という喫茶店でお稽古をしてたんですけれども、あちなみにこの銀河堂って多分ねルルブとか見ると載ってます。蔵をね改造した雰囲気のある喫茶店なんですけれども、そこのオーナーさんとうちの先生がですね懇意にしていることもあって、お稽古始めてから数年間は銀河堂の席を間借りしてお花をお稽古しておりましたが、今年に入ってから主に家元教授、お家元先生の自宅ともいうをメインにお稽古をしております。まずですね銀河堂と違うことは何かというと、1、明るい。いやこれはですねあのさっきも言いました雰囲気のある喫茶店ですので、間接照明だったり柔らかい照明だったりするんですね。で夜お稽古しているので決してこう高光と明るいわけじゃないんですよが、まあ、高光とですねまず壁が白く蛍光灯で照らされているお部屋になりましたので明るい。お花の色を見間違えなくなった、おい。いやあのねこう薄暗い、雰囲気のある間接照明の中で見るとねピンクとねオレンジってね難しいんだよ、難しいんだよ、たまに見間違えるんだよ。宮永鳥目なんですよ。でお家に帰ってきてはぁ違う色だったって思うこともたまにありました。はい、あ見間違えなくなった、見間違える要素がなくなった。2、たまにトイレに閉じ込められる。
いや、これはね、何かと言いますとですね、先生のお宅のトイレはですね、個室に隣り合って洗面所がありまして、で廊下に出るんですけれども、廊下から洗面所に至るドアがですね、なぜか外側から鍵がかかるようになっておりまして、不思議でしょ。なんで外からね、鍵をかける必要があるのか、不思議でしょ。不思議なんですけどね、その鍵がですね、たまに勝手にかかってしまうんですよ。あの、なんかね、カチャンっていう鍵なので、勢いよく閉めたりするとですね、勢いでポンとかかってしまったりするわけですね。そうするとね、もう内側から開けられないからね、コン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 と叩きながらですね、誰かが気づいてくれるのを待ったりしておりますね。え、ちなみに宮永はですね、閉じ込められてから学びまして、洗面所のドアは必ず拳一個分は開けておくようにしております。とこの間帰りがけに先生に言ったら、もっと堂々と開けておきなさいよ、そんなことしたら誰かがちゃんと閉めてないと思ってうっかり閉めるかもしれないよみたいな言われたので、今度から堂々と開けておこうと思います。いや、全然お稽古に関係なくなってるね。はい、そして3つ目、これです。これが重要。常に家元先生や福家元先生の作品を拝見できる。玄関から入ってすぐのところのスペースと、あとですね、お座敷の方の床の間のところにですね、常にお花が生けてあるんですよ。で、それをお稽古の帰りがけとかに見せていただいてるんですけれども、いや、これはものすごい違うことかな。うん、だって古流会館っていうところを使ってお稽古する時もあるけど、会館でお稽古する時も先生に生けてもらうことってやっぱりなくて、まず自分が生けたものを直していただいたり、アドバイスをいただいて自分で直したりっていうことなんで、先生が生けたものを見るっていうのはなかなかないんですね。特に家元先生が生けられた作品っていうと、もう家庭に出してらっしゃるものか、毎年分けていただく流派のカレンダーとか、そういう写真で見ることが多いので、いや、見せていただけるのはすごい勉強になるなぁと思います。今回ですね、あの、写真撮ってきたので、ぜひぜひ見てほしいんですけれども、同じ百合を使って、片方は投げ入れ、いわゆる花瓶的なものに、夏ハゼっていう葉っぱと百合を生けてある作品。これ玄関にあったんですね。うん。で、もう一つ、床の間の方に、森花。剣山に刺して生けてある作品があったんですけれども、これね、マルバルスカスっていうのとね、カーネーションとユリだったんだけどもね、これはあの、どちらも福家元先生の作品ですが、同じユリを使って2種類生けてある。あ、ちなみに今回宮永はですね、ドラセナとガーベラとミスティというお花を生けたんですが、このガーベラがですね、はい、ガーベラはですね、太陽が大好き、そして上に向かうのが大好き、角度をね、つけといてもね、ついつい上の方にね、クイッと首を曲げてしまう子ですので、この子もいろいろ方向をいじったりする必要があります。あとね、ドラセナはね、葉っぱです。葉っぱ苦手なんよね。うん。だから葉っぱの、やっぱりこう、さばき方。この葉っぱを生かすとか、この葉っぱを落とすとか、角度をちょっとつけてみるとか、そういうのが上手になるといいなと思います。ミスティはね、あの、カスミソウとかと一緒でちっちゃいお花なんだけれども、茎も細いのね。この茎が細いのを上手に引っ掛けられるように。あ、引っ掛けるとか言っちゃった。うん。でもなんだろう。あの、剣山に刺そうと思っても、剣山の針の方が茎より太いんじゃないのっていう感じになっちゃうので、うまいこと引っ掛けて立てるんですけれども、その引っ掛け方も、うん、前よりはマシになったんじゃないかなと思っております。というわけで、宮永の華道家への道は最近、家元教場で鍛錬されております。東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイつぶりの歩いた後には。もうさよならの時間になってしまいました。もう一通お便りを頂戴していたのでご紹介しておきたいと思います。ガチマルの小枝さんから、今回こそ28日の詳細を教えてください。先に言っておくといけるかどうか分かりませんとのことです。ありがとうございます。まあご都合つきましたらぜひぜひいらしてください。いつものライブとはちょっと違う感じでございますよ。というわけで詳細でございます。6月28日日曜日にペプラム単独ライブペラペラペプラムにゲストとして参加させていただきます。コント、芝居、歌などなどオフ会も合わせたアットホームな雰囲気の中、笑いをお楽しみくださいというライブです。あれ笑いなんだ。うん、はい、そういうわけで宮永もちょこっとですが笑いの方にも参加することになっております。お時間が11時15分オープン、11時30分スタート予定で、場所がですね渋谷と明治神宮前の間ぐらいなのかな、ひまわり広場で手をつなごうという場所でございます。こちらですねご予約が3,000円、当日が3,500円、ドリンク代が別となっておりますが予約特典があるそうです。あとドリンクにはオリジナルカクテルがあるそうです。ご予約はですねペプラム単独ライブのチケット予約システムみたいなのがありますので、そちらのアドレスをブログに載せさせていただきます。そちらからご予約くださいませ。このペプラムってね2人組なんですけどね、リカちゃんとサラちゃんっていう女の子の2人組なんですけれども、そう1年ちょっと前ちょうどね大雪降った日で、大雪降って翌日に延期になったんですけれども、ライブがありまして、その時にも宮永は参加させていただいてるんですけれども、まあ、仲良しのリカちゃんとですねその相方のサラちゃんでもね、サラちゃんも何回かお会いして仲良くなったんですけれども、うん、あとね他にも面白いゲストの方がいらっしゃるそうですよ。っていうか誰かは聞いてるけど、まだゲストは公式に発表されてないので控えさせていただきます。ぜひぜひ楽しい回になると思いますので来てみてくださいませ。というわけでこの番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただいても見つかると思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからもどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流商鵜飼と小笠原父島のエコ民宿 in 小森亭の提供でお送りいたしました。二人に